ちは、ビデックスのもこです。夏です。夏ですね。夏です。夏休みの企画の撮影をします。はい、はい、今回はホラーの資料館シリーズの話をします。はい。と言っても私資料館シリーズすっごい昔に見てるんでちょっとうる覚えです。見返せてはいません。公開順1本目が資料館ですね。2013年の、はい、2013年のやつ。2個目がアナベル資料館の人形、2014年。3つ目が資料館エンフィールド事件、4つ目が、アナベル資料人形の誕生、5つ目が資料館のシスター、2018年公開のやつです。6つ目が、ラ・ヨローナ泣く女、7つ目がアナベル資料博物館、2019年の。8つ目が資料館悪魔のせいなら無罪っていうやつ。あ、ねえ、はい、もう一個新しいのあるよ。え、そうなんですか。資料館のセスター呪いの秘密っていう。資料館って、うん、エンディングに本物の人形出てくるんですか。あ、出てきますよ。あ、しかもなんかそれもまた後で話そうかと思ってたんですけど、今話すとなんかアナベルの人形って調べると出てくると思うんですけど、めっちゃ怖いんですよね、顔とか。意外と普通なんじゃなかったっけ。あ、でもそれも元のがですか。元のやつがですか。あ、大元の話。そうなんですよ。大元のは本当になんか布のない、フェルトか布を縫い合わせたみたいな、なんでもない人形で、それがエンディングに出てくるんですよ。マジなの。家族とかの写真も出てきて、なんかそれが本当に怖いんですよね。なんか見ちゃいけないもの見た感出てきますかね。調べるときっと皆さん、あのガラスの扉みたいな、ガラスの入れ物かなんかに入って展示してるんだっけ。今展示してるんですか。あれ、展示されてなかったっけ、本物を。イエス。へえ。何でなんか一応物語の中ではいくらでも出てきちゃうんで、ガラスの箱の中から出てきちゃいますよ。それ大丈夫ですか。飾ってありますね。そうだよね。大丈夫ですか。ウォーレン夫妻っていうのに預けて、預けたのが最後みたいな。そうです。負債はもう払えるぜみたいな人に付けるんですか。研究家。ああ、研究家だったかな。じゃあ一個ずつちょっと私はこれがいけないところだよねちなみに時系列順だと54217638の順番らしいですね。もう分かんないですよ、すいませんじゃあちょっと時系列順で、まず資料館のシスターですね。まあ、あらすじをざっと言って私が思い出せるか思い出せないかぐらいな感じでいきましょう、はい。資料館のシスターのあらすじは、不可解な点が多いシスターの自殺を調査するため神父と見習いシスターが修道院に派遣される。真相を追うにつれ明らかになっていく修道院の、忌まわしい秘密。やがて2人は悪魔のシスターの存在に近づき自らの信仰を試されるっていう話です。怖いですよ、この資料館のシスターの顔見ました。あのめっちゃ怖い。キービジュアルの、キービジュアルも怖いですし、あ、いや、キービジュアルはもう全然これですよね、うん、このえーってなってるやつですこの絵が出てくるんですよね、部屋の中に。確かその絵が出てきて呪われてるみたいな、すごい雑な呪われてるすごい雑すぎて。あ、これ歯が多いですね。そうだね。そうなんです。そうですね、1952年のルーマニアの修道院が舞台で、でももっと現代のとこも確か出てきた気がします。ちょっと現代よりのところ出てきたように思うのか混ざっているのかは分かりませんでもなんか石
石を積んで作ったみたいな修道院になんか派遣されて人がやってくるんですけど、その中の秘密に触れちゃえって呪われるみたいな、そんなんだった気がします。とにかくなんか部屋の中でなんかシスターの絵みたいなのが出てくるシーンが確かあって、その辺が入ってるね、男の人が、はい、それとか怖かったですし、なんかあとバトルみたいになってた気がするんですよね、シスターと。あの怖さがあるが耐えられる怖さで楽しめるって書いてある。映像や美術が切れてゴシック感も味わえる。あ、そうですね、それあります。バラクの恐怖が全面にわたって続いてるのがまた印象的で、シスターの強さがこれもまた別で印象的で、シンクよりも存在感がある。あ、シスターの方が強い。そうです。資料のシスターはそんなんでした。で次か、アナベル資料人形の誕生。はい、閉鎖した孤児院からシスターと6人の少女が人形職人の家に越してくる。家主の夫人は12年前に娘を亡くしていた。そんな中、家では不気味な現象が、続発するようになり、怯える孤児たち、やがて人間のアナベルが、人形のアナベルが封印から目覚め、少女らを追い詰めていく。目覚めちゃいました。目覚めちゃいましたね。ついにアナベルが出てくるよと。あ、もう出てきてたんだろうけど。そうですね。で、アナベル資料人形の誕生ってやつを私あんま覚えてないんですけど、あれですね、あの人形が呪いの人形になっちゃうっていうやつですね。この時は確か人形もまだ最初綺麗だった気がします。なんかノロノロじゃなくて、目の周り黒くなくて。そうです、そうです。でもやっぱり彫り深くて怖い。時系列的には的に作目2個目のフィルマークス、みんなの反応は、はい、アナベル人形の存在感が強烈で怖い、伏線の回収が優秀でストーリーがしっかり作られている、で悪魔の恐ろしさがよく描かれている、女の子たちが主人公で恐怖度が高い、音やカメラワークが恐怖を煽り、静かな怖さもある、うん、みたいなことがみんなの意見として書いてある。なるほどです。なんかあれですね、女の子がいっぱい出てくるんで、ファッションとかも可愛い気がします、うん、はい、誕生しました。しちゃいましたね。誕生しちゃいまして、これの次に入ってくるのがその一番最新。ああ、なんてやつでしたっけ。資料館のシスター呪いの秘密。なんか脚本の人もさっきと違う名前の人だ。あ、なんか監督とか、監督どうなんですかね、脚本も違うかもですね。あれ、1個目のシスターのやつに出てきたのもバラクですよね。そう、今資料シスターの資料館のシスター呪いの秘密のあらすじはっていうのを見てたんですけど。ああ、なるほどね。1956年フランスで起こった神父殺人事件をきっかけに世界に悪が蔓延する。ある特殊な能力を持つシスターのアイリーンは教会の要請を受けて事件の調査に乗り出す。人々を救うため自ら命を顧みずに祈りを捧げるアイリーンはついに悪の元凶である恐怖のシスターバラクと対立するって感じですけど、またバトル、またバトルですか。多分その一番時系列一番最初のやつのもうちょっと掘り下げたというか。そうですよね、きっと。からさっき見た名前が結構出てくる、アイリーンさんも出てたもんね。そうです。前作を見てなくても楽しめるらしい。ただ多分見せた方がスッと入ってきやすかったりとかもあるかな、シスター編の後半の話って言われてるみたい、はい、あ、なるほど。あれですね、1
1回目のシスターのやつに出てくる女の子がまた戻ってくる感じですね、うん、だからアイリーンっていうのはその子、その人ですよね。で、バラクと戦う。戦う。バラクはどうしてこうなったかみたいな。ちなみにこの作品はそのバラクの出方が注目ですみたいな感じっぽいよ。アナベル資料館の人形、あらすじ。あらすじをじゃあ読みますね。はい。仲睦まじい夫婦ジョンとミア。ジョンは出産を控えたミアにヴィンテージの人形をプレゼントする。あ、なんかそんな気がします。そんなんだった気がします。我が子の誕生を待ちわび幸せな日々を送る2人。しかしある日、隣のうちの老夫婦がカルト信者の男女に惨殺される事件が発生し、犯人が、ミアにも襲いかかってくる。間一髪で男は警察に射殺され、女はミアの人形を抱いて自殺。そして思いもよらぬ事件に巻き込まれて以来、夫婦は次々と不可解な出来事に見舞われる。なんて勝手な。なんて勝手な。いやでもやっぱちょっとは覚えてないですね。なんかそんなんだったなって感じです。だってこれ2015年の映画だって書いてある。15年っていうのは10年ぐらい前の話してるね。時は流れます。でこれのフィルマークスのみんなの声、はい、アナベル人形は存在してはいけないオーラ漂う不気味な人形で、目が合うだけでゾクッとする。ウォーレン夫妻が不在で払う方法がわからない状況がハラハラ。人形の顔が少しずつ人っぽくなっていくのが怖い。あ、これは本当にこれ単体で楽しめそうですよね。そうね、これはちゃんとホラー映画っていうホラー映画って感じですよね。リッチちゃんは得意じゃないやつ。ここでビビりましたよ、ね、子供が駆け寄ってきたら突然大人になっただけなんですけど、怖いことが起きたわけじゃないもん。おー怖いの見てるぞの気持ちで見てるからかもしれない。次が、資料館です。はい、無印。これが2013年、一番の元祖となる。そうね、大元の元ですが、はい、エドとロレーヌのウォーレン夫妻は数々の心霊現象を解決してきたゴーストハンター。そんな夫妻のもとにある日一つの相談が持ち込まれる。それはロードアイランドの人里離れた一軒家に引っ越してきたペロン一家が不気味な怪奇現象に悩まされているというものだった。そして夫妻は、早速現地へと向かい調査を開始するっていう話ですね。これはなんか覚えてます。洋館が出てきて、うん、なんかアナベルの人形、洋館っていうか、でもこれ私感動した気がするんですよね。家族愛、あ、なるほどね、家族の絆みたいなのがすごいあって、なんか確かお母さんがみんなを守るためになんか体を張ってなんか戦えるんだったか、自分が取り憑かれるんだったか、なんかそういう場面があった気がします。これは本当に他の時系列とか関係なくこれ単体ですごい楽しめるやつですね、うんうん、実はちょっと信じがたいよね。どこまでが実はみたいな、ちょっと想像できないですよね。その1971年にアメリカのハリスビルという田舎町にある古い屋敷を購入して、怪奇現象が次々発生するようになりました。以下はその一部です。家中の時計が全て3時7分で止まる。午前のね、妻のキャロリンの体に謎のあざが浮かぶ。就寝中に足つかまれて引っ張られる。部屋のドアを勝手に開閉する。異臭がする。
謎の足音や声が聞こえる。末子が見えない友達ローリーと話す、っていうのがその起きた話ですって書いてある。なんかなくなさそうな話だねっていうところがまた不気味な、ね、映画にするにあたって結構過激に描いてはいるんでしょうけど、うん、でも怖いですよね、自分の引っ越した先で時計が毎回同じ時間に止まるとか、ね、なんかよくわかんない声聞こえてくるとか、しかもなんかゴニョゴニョって喋られるのも嫌だけど、はっきり聞こえるのも嫌だし、はっきり怖いですよね。それはなんか1回や2回だとなんか自分の脳がバグってて夢見てて目開けちゃっててとかなのかなって思いますけど、それ何回もあるとやっぱ怪奇現象かなと思っちゃいますよね。ちなみにその3時7分っていうのはもともと1863年にある人物が建てた農家だった、はい、ところに家が建ってそこに住んだみたいな、農家の人の奥さんが魔女だった、生後7日目の我が子を悪魔の生贄にしようとしたのを夫に見つかっちゃった。で、近くの巨木にその奥さんが登って、この途中、上物を呪ってやると叫んで首吊り自殺を遂げました。彼女の死亡時刻は午前3時7分でした。強烈な呪いってことですね。そういうことみたい。確かにそんな正確に7分で、ね、7分10分ぐらいかなじゃないんだね。魔女とかその悪魔に魂売る的なのか、ちょうどそういうのがあった時期なんでしょうね。そこから来てるんでしょうね、悪魔のそういう呪いみたいな。ね、これがホラー映画らしい撮り方でワクワクするっていう。エンドロールが怖い、音も怖い。そうですよね、なんか資料館は私何回か見てると思うんですよね。ちょうど大学時代になんか自分一人でも見てたり、友達と集まった時もとりあえず見とこうみたいな感じでパラノーマルアクティビティと資料館借りてくるみたいなのが何回かちょっとどういう友達なんだって感じですけどでこの作品にはそのなんだ見る人を怖がらせるアイテムがいっぱい詰まってて楽しいみたいな、はい、とかその実話があるっていうことでまたプラスの恐ろしさ怖さがあるねって書いてある。なんか一番最後が怖いんですやっぱあれだけのもの見せられて、古いちょっと劣化した写真がポンポンって出てくるんですよ。もう見て大丈夫ですかみたいな。やめとくね。ここ見ない方がいいよなみたいな。あれってわーってくる怖さとかよりももっとじとーってくる感じありますよね。ほらこれ見てねみたいな。しかもそれってじっくり渡されてるからじっくり見ちゃうみたいな。そうなんですよ。アナベル資料博物館です。あらすじは超常現象研究家ウォーレン夫妻、この人たちずっと出てますね途中からウォーレン夫妻は呪いの人形アナベルを自宅に持ち帰り、あ、なんか覚えてます、自宅に持ち帰り地下室の博物館に運び込む、なんか呪いがを払って預かりましたみたいなものを陳列してる倉庫みたいなのがあるんですよね。そこにこの子を飾るんですよね。なんか鍵付きの箱みたいなやつで、はいはい、で、そこには他にも、様々ないわくつきの品々が厳重に封印されていた。そんなある日夫妻は、仕事で家を空けることになり、一人娘のジュディを置いて外出するんですけど、
あとベビーシッターがいるんですかね、うん、夫妻にシッターを頼まれた年上のメアリーとその友人ダニエラっていう人と、共に留守番を、まあ、娘と3人ですることになります。やがてダニエラが地下室の、博物館に入り込んでしまう。ね、ダメって言われることをね、ことをやっちゃうんだよね。ホラーって言えばね。そうしないと物語は進まないっていうのもあり、みんなが思いますよ。負けんなよって言ってたのに。負けんなよって言ってたら開けちゃいますよね。やるなって思う。なんか
みんなの反応としてはスピード感が怖かった。あと押し合いが強く書かれてる。とラ・ヨローナのビジュアルが素晴らしい。怖いシーンのアイデアが多彩で良かった。なんか資料館シリーズの一部なんだけど、これは単独作っぽいね。あ、そうですね、うん、そうなんですよ。これだけちょっとテイストが違うんですよね。アナベルも出てこないし、なんかそのシスターも出てこないし、あの夫妻出てこないよね、暴力夫妻。なんでこれがシリーズに入ってるのか。まあでもあれですかね、資料館シリーズの、あ、でも神父が現れって書いてあるね。あ、じゃあ覚えてないですねじゃあ出てくるんですね。そうみたいね。その呪いを結局解いたりとか、はい、座る場所みたいなのって教会が出てきたりとかしたから、そこが関係があるのかもね。そうですね。で、資料館、エンフィールド事件。はい、エンフィールド事件は、ロンドン北部エンフィールドに越してきた4人の子を抱えるシングルマザー。彼女たちは正体不明のこと、人体浮遊、体が浮くやつですね、はい、などのポルターガイスト現象に悩まされていた。かつて起きたアミティビル事件の調査で活躍したウォーレン夫妻がその相談を受け、彼女たちを脅かす恐怖の元凶と対立する。みんな の, その反応的にも、そのストーリー性が深い、で感動的な話だったりとかするらしくって、それが楽しいっていう思い出になってるの。人間側のストーリーもしっかり書かれてる。でウォーレン夫妻の深い絆が微笑ましい。これだったんですかね、家族愛感じた。あ、そうかもね。それだったかにすごい感じ。で、実話をベースにした信憑性がある恐怖演出が良かったみたいな。いやでもこれ実話は怖いです。あ、そうです。なんか部屋の十字架が全部ひっくり返ったりするような場面があった気がします。この部屋にバーって飾ってある十字架がギリギリ、あ、ひっくり返るんだったのか落ちるんだったのか、なんかそういう演出も面白かったような気がします。すごい長丁場ですね1時間やばいですね。1時間話してます。悪魔の正義なら無罪。でもこのタイトルにもなってますけど、他の資料館シリーズだけじゃない、他の映画でも描かれてますけど、悪魔がやったからってことでその事件が起きた時期とかがあるらしいですね。でも本当に取り憑かれた場合と、まあ、障害とかだった場合と、それを利用した人たちっていうのが多分あって、そういう裁判とかを描いたような作品がいくつかありますね。なるほどなるほど。見てると本当になんか難しいところで、そうね、なんかすごい開演してるのか本当に取り憑かれてるのかって最終的には分からないっていうのが怖いなっていう。私はまだ見ていません、うん、1981年、とある家で悪魔払いの儀式に立ち会う心霊研究家の夫妻が出てきます。現場に居合わせた家族の恋人はその後、家主を刃物で執拗に刺して殺してしまう。何度も刺してってことですかね、悪魔つきを理由に彼が無罪を主張する中、夫妻は悪魔の存在を証明しようと妄想する。これは悪魔払いのシーンが怖いって書いてある。あとウォーレン夫妻の愛の物語が素晴らしい。でサスペンス要素もあって見応えがある。実際の事件を元にしているリアリティがある。映画館で見ると最強に怖いらしい。見てみたいですね。どっちかっていうとその家族愛を見届ける
ようにしてるとかっていう人もいるみたい、うん、そうだよね、難しいね、その精神的な部分になってきたりとかする可能性もあるからね。そうですね、なんか人が死んじゃってるからっていうのもあり、で本当に悪魔って存在するんでしょうし、どうなのか、ね、まあ、その精神的なものっていうのを悪夢に取り憑かれたってことにしてるのか分かんないですね。公開順で見るのもいいと思うんですけど、せっかくこんだけもう出揃ってるんで、時系列順で見てみてもいいのかなって思ったり、もう時系列で全部見るのはめんどくさいっていう人がもしいれば、おすすめはやっぱり一番最初に公開された資料館と、はい、あとまあ個人的にはエンフィールド事件と、そうですね、なんかまあ博物館博物館はちょっと別枠としておすすめしたいですね。あとはまあ資料人形とか資料人形の誕生とかはまあ見るとより話が分かるかなっていう感じです。夏なのでよかったら皆さん怖い映画を見てみてください。ありがとうございました。